では続けていきましょう。米中対立と自民党総裁選、カッコ3。保守派が男系、えー、天皇にこだわる理由、えー。内容は、日本の保守派にある傾向。保守派は男系天皇をどうしても守りたい。除計にする、イコール、県皇室を廃絶する。除計になれば王朝が変わる。天皇廃絶主義者は、まず女系天皇を突破口にする。あっという間に王室消滅。 ネパール王族殺害事件。こんな感じです。はい、えー、ちょっと見出し、あれですね、くどいですね。では、うん、まあやってみましょう。あの、日本の保守派についてちょっと話をしたいんですけれども、えー、保守っていうのは、まあ今あるものを大事にするんで。ということは、まあ結構家族とかね、地元を大事にしてるんですけれども、あの、父母に近い視点から、こう、守りたいものを持っているのが保守派なんですよね。別に結婚しなくても、子供がいなくても、 あのー、まあ、ね、近所のちっちゃい子を守りたいとか、まあ、そういうのも、にかなり近い視点なんですよね。で、それはやっぱりこう、年配者になるほど比率が増えていくわけです。こう、変化を嫌うとかね、それだけじゃなくて。で、その中にも優先順位があって、その保証はね、男系天皇を維持したいっていうのが、まあ、一番に置く人がすごく多いんですよね。その理由を、あのー、 今回ね、説明しようと思うんですけれども、でね、それはね、それが日本を日本たらしめている理由だからってう、わけわかんないじゃないですか。えー、これはね、宗教なんですよ、宗教。そもそも天皇自体が、その、神道のね、親玉、えー、を祀るこうトップでありますし、あのー、それをね、こう、素晴らしいものだと言っている我々日本人もは、意識しない宗教を持ってるわけです、その、日本教みたいなものを。 仏教だとかね、神道が全部混ざったようなものを持っていて、えー、教典がないから意識してないんですけれどもね、みんなこう、日本というね、宗教国家を支えてるんじゃないかって私は思うんですよね。で、それはやっぱりこう、年を取ると分かってくるんで、これは守んなきゃいけないよねっていう風に、ね、なってくんだと思います。まあ私の場合はそうですけれども。で、その、まあその延長線上と言いますかね、まあこっちが先かな、その家族だとか、地域の安全を守るという、えー、その、 大前提があって、じゃあね、その他国、まあ他地域でもいいんですけれども、に支配されないように、軍備を増強しましょうねと、同盟強化しましょうねと、あの、えー、それのためには会見もしょうがないですよね。で、えー、治安維持のために移民は選択的にして、まあ、の法図に入れないようにしましょうっていうのが、まあ、保守派のね、こう、大事にか考える、その、優先順位のね、高いものなんですね。で、実はそれ以外のことってね、 あの、優先順位落ちるんですよね。男女別姓とかは、あの、まあ割と緩い人多いんじゃないですか。で、その、まあ本当、その辺好きにしてよって感じですよね、保守派は。えー、で、ところがね、もういろいろうるさいこと言う人いるじゃないですか、その温暖化が同意したとかね、スティージーズとかね。こういうのはね、ポリコレが騒ぐ道具だと思ってて、 その、あんまり本気にしてないんですよね。また飯のネタとか、その、飯の種だとか、絡む理由をね、こう、見つけてきやがったな、みたいな感じに、すみません、私は思ってます。で、その、なので、重視している政策を見ると、その人のね、こう、思想がある程度わかる。まあ、かなりわかる。で、あの、もう本当に4つに絞っちゃったんですけれども、なぜかというと、これはね、右派が一番大事にする。 さっっき言った、ね、ところなんですけれども、まあ、天皇家に関しては、まずね、男結維持が絶対なんですよえ。これはね、保守派である最低条件です。これを破ったら保守派なんて言うんじゃねえぞ、お前って感じ、まあ日本、日本の場合はですね。で、まあ、さっき言ったように、その改憲は、その時代だとかね、同盟関係に合わせて変えるべきなんじゃないのという感じですねで。国防戦力は中国の、まあ、昔はソ連だったんですけどね。 の教育に対して増強すべき。それから、移民はさっき言ったように選択。まあ、本当の右派になるとですよ。右派になると、もう、えー、外国人叩き出せですけれども、まあ、そこまでは言わないけれども、あの、ホーズに入れるのはやめようよっていう感じ。で、それに対して左派は、えー、基本天皇家廃絶です。えー、まあ、極端な話、共産主義っていうのは、共産党の上に神も仏も存在しません。だから、王様なんてもっと存在しない。 えー、だから共産主義革命が起こった中国も、そのロシアもね、あのまあ、フランスもそうですけれども、まあ、王様をぶっ殺されるのが普通です。それから、えーとまあ、日本に限ってですけれども、改憲はあの反対ですよね、戦力持つなっていうところがあるんで、まあ、要はね、その侵略されても戦うなっていうのが左派の主張なんで。 あの、ここに関してはね、こっちが保守派になっていると。あの、現状維持の憲法を守れという風になっているという、う保守と革新が入れ替わっているわけですけれども。それから、えっ、ー、と、左派はもうね、えー、移民をどんどん入れろっていうふうに言ってますね。で、えぇ、ー、まあ、さっきは何を言ったかな。あの、男女別姓を例に挙げたんですけれども、例えばね、あの、安国に参拝です。よく騒ぐじゃないですか。で、右派は基本ね、参拝してほしいって言うんですけれども、 あの、いう人多いんですけれども、これをね、ちゃんとやってれば、まあ、どっちでもいいよっていう人も多いんじゃないですか。だって、天皇陛下が行ってないんだから、天皇陛下行ってないのにね、参拝するのもどうなのよっていうのも、まあ、わかるわけですよ。えー、な、象徴的にね、やっぱりこう、右派の人は行くんですけれども、あのー、必ずしも必須ではない。えー、安倍さんなんかね、あの、首相在任中は行ったっけ行ってないよね。それでも、あの、9年の。 首相を務めたわけですから、必須ではないです。明らかに。えー、で、で、なんでね、その、保守派は男系天皇をどうしても守りたいかっていうと、その価値がですね、もう世界的にも非常にレアで、あの、え、こんな奇跡あるっていうようなものだからですね。でその、まず、その今の天皇家、天皇陛下はですね、世界で唯一残された皇帝、エンペラーなんですね。王の中の王。 のいろんな、ね、国をこう滑る王のそれをさらにこう滑る王みたいなねあのこう王の中の王すごいじゃないですかで昔は皇帝って結構あったじゃないですかまあナポレオンだとかねで最後まで生き残ってたのがエチオピアだったかなでもまあエチオピアはハイレーセラシエレだったと思うんですけれども、えー、あそこがダメになってその日本の皇室がね最後に残ったその 皇帝になったんですよねすごいと思いません。で、しかもその、団系で続いてる王室っていうのは、その、欧州でも格式が高いそうなんですよ。で、ごめんなさいね。ちょっと、あの、誰かにこれ教えてもらって、裏取ってないんですけれども、あのー、イギリスとデンマークはそういう意味で格式が高いそうなんですね。まあ、今、女王になってますけれどもね。それに対して、スペイン、ベルギー、オランダ、スウェーデン、ノルウェー等は、 あのー、歴史が浅くて、もともとその公爵、公尺、伯尺あたりだから、こう、セカンドグラス二流だって言われてるそうなんですよ。こんなのね、平民分かんないじゃないですか。うん、そもそも高校白師団みたいな、ね、そのランクを知ってる人だって、その、分かんないわけで。あ、しまった。あのー、このね、上の、 えもう雲の上の,その王侯貴族でね、ランクがあるっていうのは分かってないわけですよ。でもこういうふうにおその教えられると、あ、それは大事なんだねと、であの天皇家の,そのバリューが分かってるのは、むしろね、あの外国人なんじゃないのかなっていうふうに思いますね。で、その、まあ、団系についてはちょっと後で説明するんですけれども、簡単に言うと、まあまあ、あのえー、お父さんをたどると。お父さん かね、そのお父さん、そのお父さん、そのお父さんって言って、その、たどっていくと、天皇に行き着く血筋のことを断経と言います。で、日本の場合はね、そのえー、と文字を持ったのがもう過去、どれぐらい ?1500 年ぐらい前なんで、その前から、この、えー、皇族は続いてるわけですよね。まあ、あのー、2700年って言ってて、ほんまあ、細かいなって思ったりしても、まあ、えー、とにかく長いわけですよ。 文字を持たない時代のその日本神話と直結してその王様がね、この方ですっていうのが日本の皇室。すごいじゃないですか。で、ただその今の皇室全般では男系男子に限ると少しね、こう条件が厳しくなっていて、まあ、ここはね、その話をややこしくしています。で、そのおかげでこれはあの、我々が思う以上に その皇室、天皇陛下の価値っていうのは高いんで、世界各国ね、特に王族がいるところに行くと、非常に良くしてもらえるわけですよ、これ、皇室外交っていうんですけれども、あの外務省がね、もちろん外交はやってるんですけれども、皇室がね、こう話を、まあ、話というか、まあ仲良くやってるとね、大体丸く収まるみたいなところがあって、どんなちっちゃな国でも平等に扱うから、非常にね、その日本の評価をこう高めてくれてるわけですね、日本の皇室は。 でそういう価値を知ってるので保守派はですね、この価値を貶めようとするものはですね、日本に対する破壊者や乗っ取り屋というふうに適宜をするわけです。で、その、男定天皇について、まあ、あの、まあ、テレビとかでね、やってくれているかもしれないんですけれどもね、ここを曖昧にしてる人たちが非常に多いので、あの、 女系にしたい人たちがね、特にこうごまかすんですよ。なので、申し訳ないですけれども、私の方から説明させていただきます。あの父親の父親のって遡って、天皇陛下がいれば、それはね、男系です。で、実は、過去は、その、女の人でも OK でした。だから、過去8人の男系女性天皇というのがいるんですよね。で、仮に男系女性も、女子も可能となればで、ね、今ですね、今。 今違うんですけれども、もし可能になれば、愛子天皇ですね、その、今の天皇陛下の娘さんの愛子さんが、えー、天皇になるのは OK です。ただ、その子供はね、誰と結婚するかわかんないんですけれども、えー、愛子様が女の女天皇なので、女性天皇なので、その子は女系なんですよね。で、そういう人がその天皇になったことは今まで一度もない。 えー、別の王朝になってしまいます。その結婚した人の、えー。でね、もう一つ言うと、その、眞子さまや佳子さま、秋篠宮家の、も、の娘さんも、天皇になれます。男系女子、OK だったら。しかし、その子供が後を継いだらですね、まあ、まあ、仮にね、小室町みたいに、こう、王朝が変わってしまうと。 で、じゃあね、それどうしたらいいのかっていう解決策いくつあるかあるんですけれども、そのマスメディアがね、よく言うのが、その女性皇族が,が結婚しても、皇室に残しましょうという話があるんですよね。で、これはね、もうはっきり言って罠ですね。女系天皇へのその罠。なので、あの保守は反対しています。で、じゃあどうする、他にどうすればいいのさっていうんですけれども、えっと、旧宮家ですね、あの、 昔ね、もう天、この、男系のね、天皇の血筋だなんだけれども、もう多すぎて、こう民間人に散ってた人たちっていうのがいて、その男系男子をね、まあ、あの、戻しましょうよと。その、養子縁組とかでね、その、皇籍に復帰する、えー。ちょっとこれ、これ、あの、親戚効果って言うんですけれども、あの、えっ、ー、と、民間人になってしまった、その、うんうん、元皇族をもう一回ね、皇族に復帰させようっていうふうに、 え、いう意見があるんですね。で、保守派は、あ、これでいいじゃないかと。で、まあ、あの、たどればね、どんどんたどっていけば、もう尽きることはないので、今の皇室伝般だと久人様しかいないんで、あの、いつね、もしものことがあるかわかんないから、あの、こうやってね、こう、バックアップを増やしていきましょうよというのが、今の、その、保守派の意見なんですね。に、多い意見。で、もう一回、こう、ダメ押しで、その、男系と女系のね、イメージを、あの、 追っていくとその、えー天皇、男系の天皇が男の子を産んだら、これは、えー、男系男子なんですね。だから誰と結婚しても、その子供は男系男子と女子が生まれた。ところが、この人の、こっちはね、まあ男系だから、男子が生まれても女子が生まれても男系男子と男系女子ですね。 ところがね、こっちは女系になっちゃうから、女系男子、女系女子みたいなね。まあ、こうやって分かれていくわけですよ。で、さっきも言ったように、歴史的にはね、この男系であれば、あら、男子でも女子でも OK だったんです。ところが明治ね、明治はやっぱりこの軍国主義です。あの、富国共兵だったんで、うん、あまあ、マッチョな時代だったんでね、男系男子のみってしちゃったんですよ。まあ、ここがややこしくて、その、 えー、実はね、その、これを知ってる人ってのは、あごめんなさい、まあ、こっちを先に行くか、えーで。さっきも言ったように、女系は男子も女子も例がない。伝統ではないわけです。で本当はね、この歴史を知ってる保守派は、いや、本当はね、えー、あの男系女子いいと思うんですよ。あの、まあ、今で言うと、愛子さんとか、その、 マコ、えー、様、カコ様が、その、中継ぎで天皇になるのは構わない。ところがね、どさくさんに紛れて、その、彼女たちの子供を、こう、天皇にして、女系にしてしまうんじゃないかっていうことを、保守派は警戒してるわけです。別の王朝になってしまう。うん、で、これはね、一般的に、その、今の段系が途切れると、その、 王様の血筋が断絶したっていうふうに思われるわけですよね。で例えば、イギリスは、まあ、王室続いてるんですけれども、そのハノーバー町からウィンザー町みたいに、ね、こう何回か移ってるんですよね。まあ、それはやっぱりこうお父ちゃんが変わってるから、あのー、団系から移ってるからで、ところがね、日本ではその歴史がないから、なんとか町っていうのがね、ついてないんですよ。 それ,それは、だから、小室町って変わったら、その前のね、今の皇室になんか名前がつくかもしれないけれども、今は、なんとかちょっと名前ないんですよね。だから逆に、一度も断絶したことがないから、その皇室が続いてるっていう価値に気がつかないわけです。え例えばトルコだとね、セルグジーク町からオスマン町だとか。 あるし、まあ、普通はこう変わってるわけですよ。それがね、変わってないというね、恐ろしい、王朝が変わったことがないというね、恐ろしい国なんですよね、日本は。で、断絶したら、まあ、それだけでね、こう今こう、皇室外交とかね、こう他から得ている尊敬や、あの、共感が減るんで、あの、明らかにダメージなんですよね。でも、これをね、こう、狙ってる人がいるというのが現状です。ごめんなさい。で、えー、 で、除刑にすればね、こう、乗っ取りが簡単なんですよね。まあまあ、ね、なんかこう、包丁が変わるわけですよ。で、えっと、あとはですね、王様がいる国っていうのは政治が安定してるっていう研究があるんですね。まあそれはまあイギリスだとか、その、日本があるんで、まあその二つだけで随分ね、印象変わっちゃうかもしれないんですけれども、でもそういう国、まあやっぱりね、こう、王様がいる国を征服したりぶっ潰すには、 あの王様をね中心にこう心がまとまって、国民がまとまってしまっちゃ困ると。だからね、日本のね皇室を失わせるのが一番なんじゃないかっていうふうにね、やっぱ考えてるはずなんですよね。だから皇室潰しをね、狙う人がいるわけです。でも皇室をね、なくせって言っても誰も賛同しません。だからその第一歩として、女刑にしましょうよっていうふうにあの主張している。差別はいけませんと。女系にしましままょうこれまでの 王様をししましょうと言って言ってて最後のあ、さっき言ったことなんですけれども、これ、このまあよくね、この世界史対象年表っていうやつがありますけれども、普通ね、この辺はもう本当に普通、王朝がこうやってこう変わっていくわけですよね。まあ例えばこう、隣の朝鮮ですね、韓国だとか朝鮮だって、李氏朝鮮ってあったじゃないですか。あれは李さんっていう人の王朝だからですよね。 ところがね、ちょっとちっちゃくて見えないんですけれども、その、日本ってねその、幕府とかね、が変わってもね、一度もその天皇家が、あの、廃絶されたことがないんで、あの、こういうふうに、こう、のっぺりしたね、昔から、こう、続いてることになってるんですよ。で、定義によっては、いろんな定義によるんですけど、日本って、こう、最古の国として、こう、ギネスブックに載ってるっていう話あるんですよね。すいません、ちょっと確認する暇あって、 はなかったんですけれども、定義によってはそういうふうに言われることもあるということです。で、これがね、仮にね、小室町になったら、ここにこう、他のね、国と同じように、こう、区切りができるわけですよね。で、多分今の王朝に何か名前がつくんじゃないのかなというふうに思います。で、その、実はこれとね、全く同じ議論が15年前にあったんですね、2006年に。当時はこのもう小泉さんの時代の最後の方だった。 けれどもこの頃ね、本当ひどかったのが、まあ、今もそうですけれども、マスメディアはね、わざと女性天皇と女系天皇をこう混乱させてね、女系にしようというふうにしてたんですよ。おまけに当時の有識者会議がの、ね、別に伝統を重んじて決めたわけじゃないとか、ふざけたことを言って、ですね <laughs> じゃあお前、何見て決めたんだっていう話なんだ例えばですね。例えば、某新聞がやってたのが、まあ、よくやってるんですけれども、アンケート取るわけですね。 この天皇は男系男子に限る。でもこうなったら男系男子だからここだけですよね。ここだけ。で、えー、女性天皇、これがね、3分の1アンケートの結果だったってう。で、女系天皇を認めるって言ったら、こことここじゃないですか。男系女子と女系女子がいるんだから。そうするとね、これはね、3分の2だったって言うんですよ。で、これだとね、私は別に、本当はその、 男系女子だっていいじゃないって、今までそうだったんだから、明治前より前はね、うん、思うんですけれどもね、私はこっちに入っちゃうわけですよ。そうするとですね、えー、まるでね、男系男子に限ることを否定しているように思われるわけですよね。本当ね、こういう古独なアンケートを繰り返して、その、えー、その、日本の天皇家をですね、解説させようというふうにもう彼らは努力している。特にマスコミが、うん。誰が裏にいるのか見え見えなんですけれども、 で、まあ、あとねえー、まあこういう根強い。もう宗教なんですよね。あの男系天皇を維持したいっていうのはもう宗教です。保守の人にとってでだからですよ。その男系維持をね。はっきり言った。その自民党のその首相は長期政権になるんですよね。この2006年の小泉さんはあのもう終わりだったんですけれども。女 で,で実はちょっと言ったことがあるんです。私は、私はね、当時知らなくて、その、えー、調べて、この話分かった、やっと理解したんですけれども、えー、小泉さんはね、すぐ直したんですよね。勉強したみたいで。で、まあ、まあ、だからってわけではないですけれども、小泉さんはやっぱりこの、ね、こう、グローバリストではあったんだけれども、小泉さん、純一郎さんも。でも、まあ、やっぱりね、靖国に参拝したりして、 こう保守の姿勢を見せてたから、やっぱり5年の長期政権になった。えー、あとは、その安倍首相ね、あの、あれだけね、あの、もう勘弁してくれると、あの、親中派になるわ、その、ね、北方領土を上げちゃうわ、なんか消費税を上げるわね、韓国に騙されて強制労働を認めるわでね、もう、とほほなんですよ、安倍政権。だけれども、やっぱりあの人はね、 この団結維持をもうずっと言ってて、それから、あの、拉致問題に早くから取り込んでたという信用があったから、だからこの合計8年のね、長期政権になったんですよ。えー、これはね、もう本当にこんな、これをね、知らずに、保守政権を名乗っちゃいけないし、長期政権にもなれないんですよね。うん。でも、一つね、恐ろしい話をしようと思うんですけれども、えー、まあ、20年ぐらい、 もう10年、20年前の話で、あっという間にね、王室今、日本で言えば天皇家が消滅したっていう話をしようと思います。えっと、ネパールなんですけども、ネパール王族殺害事件っていうのがあって、2001年にね、その王族が王族を大量殺害したんですよね。で、そのまあ7年後に、えー、王族がきれいさっぱり消滅してしまったという,いう事件がありました。 ねえ、もう、もう聞いてくださいよ。そもそもの発端はね、結婚に関する揉め事なんですよ。で、その、この場合は、悩んだ王子様がね、うなんかパーティーの席に乗り込んでって、銃を乱射して、国王とか王妃だとかね、まあ、日本で言えば、この、天皇皇后とか、まあ、その、えー、血縁の者のを9人殺害して、自分もね、最後は自殺したということになってます。ところが、ね、自殺、 犯人は自殺しましたって言うんだけれども、そのディペンドラ王子右利きなのに左側の、左の頭からね、右側にこう弾丸が貫通してますと。<laughs> で、この、で、まあ合わせて10人亡くなったんですけども、死亡した王族の葬儀はね、あの、急いで非公開で終わ,終わっちゃいましたって言って、でもこれはもうアメリカのね、なんだっけ、えっと、ゼロなんとかの、ドキュメンタリーでね、怪しすぎるじゃんっていうふうに、あの、 言われてるんですよね。でも、もうこれはね、えー、と他国を潰す、まあ、基本ですよね。まず、王様はね、この王様たちはねう、敬えないというふうに国民に思わせる、これが革命の第一歩ですから。で当時、ネパールでもその、まあ、いわゆるマオイストですね、毛沢東派勢力、まあ、共産軍が、 その、王政王向をこうひっくり返そうと。いうふうに、こう、共産革命を目指して内戦をしていた。うん。マオイスとの共産軍が暴れて、結婚で揉めて、えー、王族が、王族を大量殺害して7年で消滅したというね。うん。うん。なんか、ちょっと来るものがありませんこれ聞いてね。 私はもうちょっとだから今のね、こう、皇室の揉め事は、ちょっとね、ピクピク来てるわけですよ。で、まあ、これはまた最後の、あれで言いますけれども。で、あの、もう最後おまけなんですけれども、私はね、まあ、多分中道で、えっと、保守派に相当すると思います。もう、こうなってはね。で、ちょっと若い人に特に言いたいのはね、日本は実は、知らないだけですごい、こう、 文化だとかね、伝統があるんですよね。でその、まあ、それはね、あなたが変化を嫌うようになったからでしょとかね、利権を守りたいからでしょとか、まあ、言うかもしれないんですけれども、えー、年寄りがね、そういうことを大事にするのは、そればっかりではないんですよね。その、えー、日本の歴史、文化、技術、まあ、いろいろ優れた面があって、その、それはね、守っていくものは守っていかないと、その、我々が前提としている幸せだとかね、 豊かさはあっという間になくなりますよっていうのをね、年、えー、を取るとやっぱりちょっと思うんですよね。で、自分も昔はね、こんな国嫌だと、潰れればいいと、俺は出てくぞって言って移住先探したんですけども、あのー、移住先探してね、勉強すれば勉強するほどね、日本はいい国だなっていうふうに思っちゃって、あのーえー、まあ、日本、まあ、強いてね、移住するとしたらアメリカかなって思っ 思ったんですけれども、でもね、アメリカは、アメリカ今ね、ポリコレ内戦中じゃないですか。かこんなにね、あの、私が今こう話してるようなことを言って、その、何も制裁されない国っていうのはね、もう今日本ぐらいかしかないかもしれないですよ、ねうん。それほど自由だってことです。いつまで続くかわかんないですけれどもで、ところがね、そういうことって若いうちはわかんないし、それましてやね、日本の学校なんて教えてくれないんですよ。 えー、まあ、その、養殖の人たちも基本ね、左派なので、こんなね、あの、えー、こんな国はダメだとか、えー、お前ら、生まれた時から罪人だとか、<laughs> ねあのアジアに謝罪と賠償を続けないとかね、そういうことを言うわけですよ。ね、ただ、それはね、あの、まあのま若いうちは信じてもしょうがないんだけれども、外国に行ったりね、その経験を重ねることで、その日本の素晴らしさっていうのを実感する人が増えていくんですね。で その、ふまあ、男女差別だとかね、もう、男女の役割だとか、その、別姓どうするとかね、同性婚がどうなのっていろいろあるじゃないですか。ただね、年を取ると、そういうね、伝,伝統だとかし、つながりだとか、しきたりだとかね、それはね、それなりに合理的だったんだなって思うんですよね。その、まあ、揉め事を減らすとかね。これ、あの、どうせ揉めるんだったら、 あのこの程度にしようみたいな合理性があります。で、それらを知った上で、ぜひね、その残すものと変えていくものをね、選んでいっていただけたらと思います。その、私の意見を聞いてね、その日本はすごいんだ、日本慢性とかね、言わずに、ぜひね、あのいいですよ、うん、この国ちょっとあのやばいんじゃないとか、なんとかしなきゃいけないんじゃないっていう問題意識はね、本当に大事です。ただそれは他国も公平な目で見てね それで、あのー、その上でね、自分たちのその、生きる道。まあ、自分だとかね、家族、地域、国がね、生きる道をこう、選択していければ良いんじゃないでしょうか。すいません。最後はね、もう年寄りのちょっと、説教みたいになっちゃったんですけれども、えー、次、続けてね、最後は、その、今回の大統領、ごめんなさい、総裁選で、その、どういう、こう、シナリオがあって、あのー、 それぞれのシナリオで、えー、未来がどうなっていくのかをある程度予測していこうと思います。えー、一旦終わります、えー。次が最後です。以上です。